その夜、私はみんなが帰った後も一人で研究室に残っていました。その女性の乳房がなくなるなどという奇怪なことがあるものでしょうか。朝早く電話をよこせるだろうか。依頼の中には軽い嫉妬と霞の困惑する顔を見たいという意地悪な気持ちもあった。女君の場合もなかなか源氏の求愛をお受け入れにならなかったの。そう思われる最大の理由は、せっかく結ばれたのに関係したのは初めのうちだけで。